ピーシェンジ版不思議の海のナディア16から18枠目クイズコーナー。和骨です。黒金さん、バーストさんいらっしゃい。和骨です。3年 B 組ドンパチ先生さんいらっしゃい。汝は冒険者か。4個目さんいらっしゃい。危険という名の敵を組み上げる。その奥に伝説の正体を求めるものか。デデン。ならば黒金さんがいらっしゃい。我は求め。あ、意外とね、ありがとうございます。しつこいようだけど忘れてたら言ってください。ありがとうございます。いい巻き身の目にいっぱいの未来すべてを輝かすデデ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 デ心のオルゴールが開いてく響いてく少しずつの幸せ勇気を奏で出すの。今君の目にいっぱいの未来言葉は永遠のシグナル。Don't forget far away 愛はジュエルよりすべてを輝かす。イエーイ、完璧だ。今日予習してたからね。よしべえさんいらっしゃい。ちょっと歌詞予習しましたから、はい、すいません、いつも予習しないんですけど今日は予習したんで完璧でしたね。はい、ありがとうです。おじさんありがとうです。はい、アガドダイモンさんいらっしゃい。ワコックス、今日の歌は男歌じゃないですか。男歌じゃなかったね。農協牛人さんいらっしゃい。しっかりとしたナディアのテーマソングでしたよ。はい、あ、これナディアの歌は著作権引っかからないんですね。お前YouTube 上がってるの著作権あの警告が出てない。毎回だいたいあの曲があったらね、21個目さん、あのメゾン一国のオープニングでもあれですよ、著作権の何ですか、著作権違反があるので収益化はできませんでね、あるんですよ、表示が出てくるんですけど、ナディアは大丈夫なんですよね。オープニングナディアのオープニングいいのかと思って、ボーカルが入ってなくてもね、ねえ、メゾン一国の方引っかかるんですけどね。メゾン一国は収益化ならないんですけど、なぜか。はい、じゃあクイズモード、アガトダイモンさんあれです。はい、じゃあノンセクションクイズで、ね、おなじみキャラクイズは先週やりましたから、ちょっとノンセクションクイズからいきましょう。どうもクイズがあるんでね、クイズ。アガトダイモンさんあれです。みんな元気だったかい。ちゃんと毎日元気に過ごしてたかい。元気です。要件されちゃい。俺のことを考えて夜も眠れなかったファンのみんな、またしたら。不思議の海のナディアクイズノンセクション編始めるぜ。しかし姉さん、何が悲しくてこんなちまちました姿にされちまわなきゃいけないんですかい。せっかくのいい男は台無しですぜ。ほんとほんと、こんな格好しなきゃなんない理由ってもう教えてほしいっすよ。うっさいね、出番があるだけマシじゃないか。とほほー。で、私たちが受け持つのは何問なんだ。ですね、これによれば全部で5問ってことになってますけど。5問？25問中たったの5問かい。5問、25問、15問、はい、
天下のグランディス軍団も軽く見られたもんだね。かまうことないよ。10問でも20問でも余計にやってやろうじゃないのさ。あれさ、いいんですかい、そんなこと言って。そう、残念です。そうそう、僕たちの後はネモ船長が問題を出すんですよ。そう、ネモ様が問題をお出しになるのかい。1時間半かかると思います。前で40分くらいかからなかったけど。ネモ様、あれさ、ねえあれさ、あ、ダメだこりゃ、言うんじゃなかったかな。ネモ船長はエレクトラさんと一緒にやるんだって言わなかったのはよかったけど、これじゃもう僕たちだけでやるしかないよ。ちょっと待てよ、考えようによっちゃかえって都合がいいと思わねえか。なんでさ、姉さんがいない方が俺たちが目立てるってもんだろうが。けど勝手に進めて姉さん怒るんじゃないかな。バカ、そん時はそん時だ、始めちまえばこっちのもんよ。どうだ、早く始めるんだ。いいのかな。だーっ、すいません。わかった、わかったから怒鳴るなよ。よし、それじゃ行くぜ。もう3分以降超えてますよ。ナウローディング第1問来たと、その前に姉さんを何とかしなくちゃ。そのうちに気がつくだろ。とりあえず向こうに立たすときな。いいのかな。さっさとしろっての。問題が全然進まねえじゃねえか。よし、ようやく。いいよ、サンソン。オッケー、それじゃあ改めていくぜ。俺たちのグランディスタンク、略してグラタンは、ここにいるハンソンが設計開発した万能戦車だ。はい、僕のグラタンはその用途に対していろいろな形に変形するんだ。パンチカード式のモードセレクターで、陸はもちろんのこと水の上も空も思いのまま、どう、すごいだろ。ここで問題だ。グラタンが変形できるそのパターン数を当ててもらいたい。何パターン。もちろん通常走行モードも数のうちに入るんだ。通常走行モード、水上もいける、空中もいける。何タイプですか。 4ぐらいじゃないの。陸回数4じゃない。そういや阿部さん気がついたか。でも不正解だと短くなるんだよね。当分無理なんじゃないかな。不正解だと、正解の場合だと。それじゃあ今のうちに4じゃない。第2問。わけあって僕ら3人が乗り込んだノーチラス号は、過去何度も危険を乗り越えてきたんだけど、中にはどうにもならなくなってしまったことも何度かあるんだ。ガーゴイルの飛行船を追って行った時もそうだった。やつの飛行船は空、一方こちらは海の中。いつまでも追いかけられるわけやねえ。案の定ノーチラス号は岩礁に阻まれて進めなくなってしまった。そこでネモ船長は地下水道を使って追いかけることにしたんだけど。ガーゴイルの野郎、ノーチラス号が地下水道を近道するのを知ってたんだな。罠を張ってやがった。おかげでノーチラス号はヤバいことになっちまったのさ。ヤバいことになった。ところがガーゴイルにも一つ見落としていたことがあったんだ。天下のグランディス軍団、つまり俺たちがあの船に乗ってたってことさ。本当は姉さんがネモ船長にいいところを見せようとしたんだけど、実際あの状況じゃ僕らがグラタンで危機を乗り越えるしかなかったからね。さあここで問題だ。危機に陥ったノーチラス号を助けるべく、俺たちは、まあ俺たちっつっても俺とハンソン、それに姉さんじゃなくて勝手に乗り込んでたジャンだったけどな。俺たちは海中作業用に改造したグラタンを買って船外に飛び出したんだが、
その海中作業用グラタンに装備されていないものを当てるまでない。ラジカセ、有線電話、テレビカメラ。電話はないじゃないの、有線の。あれ、電話あるだ。はい、電話じゃない。有線とこが、有線っていうのが引っかかると思ったのに。どんどん行くぜ。お待ち。あるぞ。この私を差し置いてことを進めるんじゃないよ、お前たち。けど姉さん一人であっちの世界に行っちゃうから。あっちの世界ってなんだ。あっちの世界ってのはケーブルがついてる。どう仏さんみたいにおいでないよ。ちょっとネモ様のことを考えてただけじゃないかい。その日には思い出せるんだけど、ちょっとねえ、足はまた随分長く感じたんですがね。たく、本当にお前は一言多いね。まあいい。それでお前たち一体どこまで進めちまったんだ。ラジカセかな。ラジカセはない、なさそうだけど。あ、2問目まで終わってこれから3問目に移ろうかってとこなんですけどね。なんだいなんだい、あと3問しかないじゃないか。いいかい、今からお前たちは黙ってるんだよ。ここからはこの私が進めるからね。姉さんが。なんだい、なんか文句でもあるってのかい。ええ、別に文句ってほどのことはないんですがね。けど、なあ、なあ。ああ、もううるさいね。行くよ、第3問。私らがネモ様と一緒にネオアトランティスの奴らと戦っていたのは知ってるね。成り行きでしたがね。その最終決戦の時、ネオアトランティスの奴らは私らがひょうたん島って呼んでたアトランティス人の宇宙船レッドノアを復活させたのさ。直径数十キロもあるでっかいやつなんだ。そこで私らは苦戦するニューノーチラス号からそのレッドノア内部に飛び込んで内部からぶっ壊してやろうとしたんだがね。ここで問題だ。僕らはレッドノアに飛び込むために改造したグラタンに装備されていたものを当ててもらいたい。よく考えてくれよな。装備されているもの、フェーズドアレイレーザー、自動追尾ミサイル、装備されているもの、ジェット噴射。ジェット噴射だよ。よくわかったね。じゃ、次の問題に行くよ。43号線でジェット噴射。姉さん、なんだ。いや、回答の説明とかはないんですかい。そんなものしなくたっていいんだよ。んなこと言って本当は説明できないんじゃないですか。いちいちうるさいね、お前たちは。私のやることに何か文句あるっていうのか。ありません。次行くよ。さあ、次行くよ。さあ、どんどん行くよ。第4問は南の島での問題だよ。あの島で私らはエアトンっていうどうしようもないやつに出会ったんだ。まあそこそこに使えるやつではあったんだけどね。そのエアトンがこともあろうにこのグランディス・グランバを誘い出そうとしてね。まあ結局は誘い出されちまったんだけどさ。それというのもエアトンのやつが天然のワインがあるなんて言うもんだからさ。んなことどうでもいいんだな。それであのバカに誘い出されちまった私をこの二人が助けに来たんだけど、その時に作ったグラタン2号っていうのがまたなんとも妙竹林な。じゃない。さて、ここで問題だよ。
の動力になった動物を当ててほしいのさ。ドリア。それじゃ、行くよ。ドリア。ノブタ。ダチョウ。クロサイ。ダチョウ。失敗。さあ、次の問題だよ。姉さん、本当に全部一人でやっちまうつもりですか？そっちの方が難しいね。あっしらにも最後ぐらいやらせてくださいよ。違った。なんだいサンソン、2問もやっておいてまだやり足りないってのかい？姉さんだって2問やったじゃないですか。しかも一人で。うるさいね。まあいいさ、最後の問題くらい3人でやろうかね。それじゃ行くよ。第5問。沈みゆく氷炭島、つまりレッドノアからやっとのことで脱出した俺たちグランディス軍団と、ジャンとナディア、マリーとキング、それにエアトンの7人と1匹はナディアの故郷アフリカ大陸に到着した。途中あの人手みたいな空中戦艦とやらに攻撃されたりもしたけど、なんとか無事にね。ところがところが、ついたところが悪かった。ハマハマ、こいつがいけねえ。アフリカで出くわした若いやつなんだが、ナディアがこいつに一目惚れしちまったんだ。なんだって？そのおかげでせっかくうまくいきかけてたジャンとの仲も塩の。ああ、おまけにその昔姉さんから全財産を騙し取っていったゴンザレスの野郎も現れ、村の宝をよこせってキングを人質に訳のわかんねえ要求をしやがるし。ところがまたその村の宝っていうのがくせ者でね、現物を見たことのないゴンザレスのやつは何かとんでもない勘違いをしてたみたいなのさ。あ、ここで問題だ。アマハマの村の宝は銀の柱って呼ばれてたんだけど、宝、それが何だったのか。裏の宝は何だったのか。砲弾、缶詰、旧タルタ戦王国の銀の柱、砲弾。違う、ハズレ。この問題は当ててほしかったね。ま、難しいとこですけどね。けどな、まだ一問しか当たってない。俺たちの担当する最後の問題だぜ。それこそまぐれでもいいから当ててほしかったよな。のまぐれつぶしなかった。いいってことよ。すってまったことじゃないか。で、これで全部終わったんだね。そうっすけど、次はネモ様だよ。しかし姉さんもいい加減諦めたらどうです？よし、送りそうなんだよね。うっさいね。そんなことよりさっさとお行きよ。ネモ様の邪魔になるじゃないか。さっさとお行きって姉さんも行くんですよ。バカだね。あたしゃネモ様と。ちょっと、なんだなんだお前たち、一体何すんだい。あたしゃネモ様と一緒にやるんだからね。お話、お話ったら後でひどいよお前たち。はい、3人組の取材はここで終了。6問目からはネモ船長とエレグドラさんだ。皆さんこんにちは。私のこと覚えていらっしゃいますか？正解のはさらに長いですよ。ノーチラス号副長のエレクトラです。外れたらちょっと。そして私が船長のネモだ。では副長、早速だが出題に入ってくれたまえ。それではまず皆さんには旧ノーチラス号についての問題から答えていただきましょうか。うん、そうだな。早いけど。はい。それではノンセクション第6問目。私たちが担当する最初の問題です。ノーチラス号の指揮官。私たちがネオアトランティスと戦うために古代アトランティス人の宇宙船を修復して使用していたノーチラス号の指揮官を当ててみてください。宿対路常温超電動機関、対消滅機関で宿対路宿対違う。次の問題に行きましょう。宿対違う。
ノーチラス号には様々な攻撃兵装、防御兵装が装備されています。これから出す3つの問題もそれら攻撃および防御兵装についての問題です。まずは1つ目、はい、ノーチラス号の攻撃兵装のうち船体両側より前方に向けて発射され、主にガーフィッシュに対して使用された対戦攻撃兵器は次のうちどれでしょうか。魚雷、はい、森さんが一番最初、誘導弾、誘惑弾、誘ああこれ誘導弾なのね。誘導弾正解、はい、これは簡単だったかしら。お他がね、では次の問題、はい、どんどん行きましょう。あさりだね。それでは2つ目、このコンビ早いね。先ほどの問題と同じく攻撃兵装についての問題です。このコンビ茶番が少ないよ。全体情報のランチャーベイより発射され自動装填システムにより連続発射が可能な大型ミサイルは次のうちどれでしょう。大型ミサイル、飛行爆弾、飛行爆雷、対戦超高速弾、なんだろう、飛行の字が違うの、爆雷。正解です。飛行爆雷は対空、対戦、対地用であり、第7問の対戦攻撃兵器と合わせると発射間は40機もあるの。40機もある。これがノーチラス号の主な攻撃兵装よ。それでは次の問題に行きましょうね。それでは3つ目に行きましょう。早いねこの2人はね。3つ目はサクサク防御兵装について。防御、敵の魚雷を爆破するための対雷撃防御システムの名前は次のうちどれでしょう。ホームガード、ママレード、オブラード。ホームガードだねこれはね、もうね、ホームガード。オッケー、はい、これは当たり前、当たらなかったら大変な問題でした。うん、そうだな。ちなみにホームガードは全部で14機あるの。これだけあればガーフィッシュの魚雷なんて目じゃないわ。それでは次に行きましょう。それでは次の問題です、副長。はい、この問題は私が出そう。はい、私が出そう。はい、何か問題でもあるかね。いえ、でもどうした。船長がご自分から出題なさろうとするなんて。たまには私も問題を出さなくてはな。全て君に任せるわけにもいくまい。船長。では問題だ。これはどこか。船長の顔が。何ですかこれは。船長、それだけではちょっと皆さんに分かりづらいのではないでしょうか。そうか。ではやはり私が。そうか。そうだな。では頼む。はい。それでは問題です。私たちはガーゴイル、そしてネオアトランティスを葬り去るために数多くの仲間と力を合わせ戦ってきました。ですがその間、志半ばで倒れ、残された者に全てを託して死んでいった同胞たちも、また一人や二人ではなかったのです。犠牲者が。彼ら、ガーゴイルとの戦いの中で亡くなった者、そしてガーゴイルのために海で亡くなった人々は、海底遺跡アトランティスの墓地に今も眠っているのです。では、ここで問題です。何と呼ばれているの？墓地の名前ね。彼らが眠っている海底遺跡アトランティスの墓地は一体何と呼ばれているでしょう。静寂の谷、眠れる聖母、沈める寺院。これは静寂じゃないですか。静寂の谷。違う。次の問題です。静寂じゃない。次は生命の神秘、大自然の脅威、我々人間には計り知ることのできない命の力について。そうですね船長。うん、そうだ。あれ、五問交代じゃないんだ。ノーチラス号が資材補給のため南極基地へ赴いた時のことです。海底火山を発見したその直後、謎の物体に襲われ、ノーチラス号はその物体のために危機に陥ります。ノーチラス号を危機に追い込む物体、なんと驚くべきことにそれは生物だったのです。それも驚くほど巨大に成長した、有史以前に絶滅したと思われていた古代生物。そこで問題です。
はい、ノーチラス号を襲った太古の海洋生物とは一体何だったでしょう。巨大オウムガイ、シーラカンスはいない、巨大三葉虫、ただオウムガイじゃないですか、これはオウムガイ。正解です。軟体動物の仲間に入り、頭足類と呼ばれる種族に属するオルトセラス目、オルトセラス、それがノーチラス号を襲った巨大オウムガイの名前。彼らは古世代第2期、今からおよそ5億年前のオルドビス期に種族繁栄期を迎えて、以後三畳期まで生きたと言われています。そうですね、船長。うん、そうだ。ちなみに三葉虫は古生代第1期のカンブリア期から古生代第3期のオルドビス期に、ウミサソリはシルル期後期にそれぞれ種族繁栄期を迎えたと言われている。ところでオルトセラスという言葉がどんな意味か皆さんご存知ですか。オルトはまっすぐ、セラスは角という意味、直訳するとまっすぐな角。え、見ての通りそのままの名前でしょ。けれどオルトセラスは通常ノーチラス号を襲ったものほど大きくなることはないはずなの。そうですわね、船長。うん、そうだ。おそらくあの海底火山のせいじゃないかって私は思うの。海底火山の熱でプランクトンが集まり、そのプランクトンを目当てに魚や貝が集まり繁殖する。太古と同じくらい暖かな海と豊富な食料、そして外敵のいない環境、水に住む生物は条件さえ揃えばいくらでも大きくなるというから、だからあんなに巨大になったのね。大昔の生物がどうして19世紀の終わりまで生き延びてこられたのか、本当のところはわからないけれど、それにしても生命の神秘には驚かされることばかり。うん、科学がいくら発達しても自然界に存在する全ての謎が解き明かされる日がやってくるのはまだまだ先のこととなるに違いない。そうですわね。さあ次の問題に行きましょう。12問もやる。第12問は古代魚ディニクチスがいた海底渓谷、つまり様々な原因によって出来上がった海底の谷についての問題。以前航海を続けるノーチラス号船内で幼い少女マリーが重い病にかかってしまったことがありました。そしてマリーに続きナディアまでも。けれどノーチラス号は宿敵ネオアトランティスの潜水艦ガーフィッシュを追跡中だったのです。しかしマリーとナディアが侵されたのは放っておけば確実に死をもたらす恐ろしい病気、灼熱病。その灼熱病の治療にはとある海底渓谷にある特殊な海藻が必要でした。マリーとナディア2人の命かガーフィッシュか。ネモ船長はその選択で前者を選び、進路を180度反転、一路海底渓谷に向かったのです。そして海底渓谷でネモ船長とジャン、サンソン、ハンソン、キングは太古に絶滅したはずの古代魚ディヌクチスと出会ったのでした。それではここで問題です。D6 古代魚ディヌクチスのいた谷は一体どんな名前だったでしょうか。コバルト60、ミーツ18、リーフ64。リーフ60、葉っぱ台。正解です。よく覚えていましたね。リーフ64。そこは地形と海流の関係によりはるか昔からの環境をほとんど変えることなく今に伝える太古の谷。そこにははるか昔に滅びたはずの生物たちがそのままの姿で生息しています。ネモ船長やジャンたちを襲った甲冑魚ディヌクチスもその太古の生物のうちの一つ。ではここでせっかくですからこの生物について少しお話ししたいと思います。細かいところがね。ディニクチスは私たちの時代から100年近く先の20世紀後期にダンクルオステウスという属名に変更されることになるバンピ類コッコステウス目の肉食魚。バンピ類とは板の皮の類と書き、読んで字のごとく板のように硬い皮を持った魚のことで、
頭部と胸部を厚い装甲に覆われ、軟骨魚類や甲骨魚類に見られるような歯を持たず、顎の骨が露出してナタのような形になったものを言います。そうですね、船長。うん、そうだ。ちなみにリニクチスを含むバンピ類は古生代第3期のシルル紀後期から古生代第5期の石炭紀初期にかけて生息し、古生代第4期のデボン紀にその種族繁栄期を迎えたと言われている。もちろん19世紀末に一般海洋域でリニクチスの生存が確認されたという例はありません。彼らは遥か昔に絶滅してしまったと考えられているのです。しかしリーフ64のような極めて特殊な環境が今も海のどこかで維持されている可能性も決してないわけではありませんし、何より1938年に南アフリカの東岸シャルムナ川の河口沖で捕獲された古代魚シーラカンスの例もあるのです。シーラカンスは古生代デボン紀からその姿をほとんど変えることなく生存してきた生きた化石。ひょっとしたらリヌクチスもわずかに姿を変えつつどこかの海で生きているかもしれませんね。海について私たちはまだまだ何も分かってはいないのですから。少しお話が長くなってしまったようです。ではそろそろ次の問題に行ってみましょう。さあ次はニューノーチラス号の問題よ。ニューノーチラス号はもともとは古代アトランティス人の遺産、第4世代型超高速高性艦航行用超弩級万能宇宙戦艦でした。ブルーノア、つまり旧タルテソス王国地下に1万2000年以上もの長い間封印され眠りについていたものを、ネモ船長以下旧ノーチラス号乗組員一同が旧ノーチラス号の追消滅エネルギーを使い復活させたものです。さてここで問題、はい、ニューノーチラス号の元となった幻の発掘戦艦の名前は第4世代型超高速高性艦航行用超弩級万能宇宙戦艦、なんと言ったでしょう。超何ですか。エクセリオン、アンドロメダ、ブルーノア。エクセリオンってあれじゃない、あれだから。エクセリオンでいいの。エクセリオン正解です。正解。これは比較的簡単な問題でしたね。トップを狙いのやつだよね。第4世代型超高速高性艦航行用超弩級万能宇宙戦艦エクセリオンはレッドノアと同じく240万年前に古代アトランティス人が地球に不時着した宇宙船の最後の生き残りでもあります。全長は 333.33m。この時代にはまだ建造されていませんが、アジアの島国日本には東京タワーという名の電波塔が存在して、高さはなんと333m。ニューノーチラス号を垂直に立てたのとちょうど同じくらいの高さの電波塔なの。同じくらいなんですね。エッフェル塔は312m だから21m も大きいわね。けれど東京タワーより70年近くも前にこれだけの建造物を作ったってところにフランス人の底力というものを感じませんか。もちろんそれはフランスの人々だけに言えることではなく人類全体に言えることなのですが、一見不可能に思えることさえも可能にしてしまう力が人間にはあるのです。あなた方の中にもその未知なる可能性を秘めた素晴らしい力が眠っているのよ。あっと、そうそう、動力についても説明しなくちゃいけないわね。ニューノーチラス号の動力についてはネモ船長から説明していただきましょう。では説明しよう。我々の万能戦艦ニューノーチラス号の主機関はあのレッドノアのものと同じ高中用エンジン、オルフェウス型大型縮対炉だ。そして補助機関は旧ノーチラス号の主機関でもあった常温追消滅エンジン。フライホイールを回すための補助機関とは言ってもこれが始動するだけで電子砲雷撃戦が可能となり、水力などは1160万トンまで出力することができるようになる。その他航宙能力以外の全ての機能を使用できるようにもなるのだ。そして縮対炉が始動すれば本来の姿、宇宙戦艦としての機能が稼働可能になるのだ。お前が消滅炉とか言う
イルの説明はまた次の機会にしましょう。それでは次の問題に行きます。第14問はニューノーチラス号の攻撃兵装についての問題よ。攻撃。ニューノーチラス号の主砲であり、あのネオアトランティスの空中戦艦を一撃のもとに撃破した武器の名前を当ててほしいの。原子砲、電磁砲、パルスレーザー砲。コスモクリーダーと言っていけない。これパルスレーザーですか？かっこいい。違う、パルスレーザーじゃない。私たちが担当する最後の問題。問題はシンプルよ。レッドノアの大型光線砲に対抗したニューノーチラス号の武器は何という名だったでしょう。まだホーミングレーザー、ホーミングトレーサー、コーティングレーザー。え、ホーミングレーザーじゃないの？トレーサー？コーティングじゃないよね。ホーミングレーザー。レーザーにフレキシブルな指向性を持たせるその仕組みは残念ながらここでは説明できませんが、しかし不可能とも思われるそれを可能にしてしまった旧アトランティス人のまさに科学を超えた科学、超科学と呼ぶにふさわしいテクノロジーには本当に目を見張るものがあります。しかもこのくらいの技術は彼らが持っていた技術のほんの一かけらでしかなかったのです。そうですね、船長。うん、その通りだ。そもそも地球上で人類によって最も基本的なレーザーの原理が発見されたのが20世紀の中頃のこと。ああ、作画やってられてたことあるね。レーザーとは誘導放出による光の増幅という英語の頭文字 LASER を綴って作られた言葉です。副長。はい。その誘導放出による光の増幅という英語を正確に言ってくれたわ。いや、それでは皆さん、いやって、私たちの担当する問題はこれで終わります。けれどクイズはまだまだ続きますから、皆さん頑張ってくださいね。それではまたね。バイバイ。あ、ハクヤクヤクが出てきた。いやあ、諸君、元気だったかね。ガーゴイルだ。今回は諸君らのために、ま、この私自らがクイズを出して差し上げよう。ありがたく思いたまえ。愚かで頭の悪い君たちのことだ。高度な問題を解くことなどできはしないだろう。解けない問題など必要あるまい。そこでだ、これから出す問題は誰にでも分かるようなものばかりにしておいた。あ、そうなんですか。無駄な時間は少なければ少ないほどいいからね。ありがたい。まあせいぜい頑張ってみることだ。ところでマリー君、君はさっきから何をしておるのだ。グレツキはまる人間風情に世界の神たる私の声が聞こえるはずもなかったな。おっちゃん、おっちゃん、マリー待ちくたびれちゃった。早く問題行こうよ。おっちゃん。おっちゃんではない。私を呼ぶときは尊敬と畏怖を込めてガーゴイル様と呼ぶ声。良い。では問題に移るとしよう。まずはこれを見たまえ。わー、マリーの絵消えちゃったよ。せっかく描いたのに。これを見たまえ。マリーの絵どうしてくれんのよ。見たまえ。ではない。よく見たまえ。これこそ我がネオアトランティスが誇る空中戦艦の勇姿なのだ。かっこ悪い。アクシュミー。
固まった、事情によりこの私マリちゃんが問題を出したいと思います。空中戦艦がノーチレス号を海底から引きずり出した海航船の正体は何でしょう。何でしょう。スーパーキャッチ光線、ミラクルキャッチ光線、パワフルキャッチ光線。スーパーがミラクルか、パラフルか。スーパー、スーパーだよね、多分。うん、そうだそうだ。キングの顔が、スーパーキャッチ光線が何なのか説明しようって。磁石じゃないこれ。そうね、難しいよ。なに、もっと下、どこどこ。あー、ここか。なんだこれは。まあいった次行ってみよう。じゃあ星さんが例です。次行くね。次おちゃん第17番はノーチレス号のスペースチタニウムに反応し船体を破壊したのは何だったでしょうか。キングわかる。スペースチタニウムに船体破壊したのは電車解放、原子振動法、金属元素伝導法。なんだ原子振動法。キングが説明するですって。ああ。なるほど、全くわからん。できる。次の問題。どんどん行こう。次は第18問。全滅爆弾、幻滅爆弾、殲滅じゃないのこれは。殲滅爆弾。殲滅。殲滅。お、でも何にここの問題になってから全問正解だから簡単じゃないの。ちゃんとやらなきゃダメだって。ガーゴイル問題になって全問正解だ。UFO が出てきた。もうやだ、マリわかんない。ダメだこりゃ。私としたことが少しの間だったが、どうやら自分を見失っていたようだな。もうすでに19問か。それでは行くぞマリー君、君はそこで静かに見ていなさい。だいぶ見失った。まずはこれを見たまえ。これこそ古代アトランティス人の残した大いなる遺産、神聖大要塞レッドノアだ。全長 12.2km、 指揮官には大型縮体炉を使用し、船体上部中央にはバベルの光発生装置がある。かなり長い。そしてさらに固定武装としてさまざまな光線兵器を装備しておるのだ。これから紹介していく兵器もそのほんの一部に過ぎない。もっとも現在使用可能な兵器は限られてはおるが、
それでもこの星の愚かな民を再び我らの前にひざまずかせるのには十分すぎるほどだろう。なんといってもこの船は神の船なのだからね。どうやら驚いて声も出ないようだね、マリー君。寝ている。すやまあいい、まだ分別のつかない子供のことだ。この私がいちいち目くじらを立てることもあるまい。それでは3問続けていってみよう。問題だ。我々世界の主たるネオアトランティスが愚かなる人間どもを粛清し、再び世界を正しき方向に導かんとした時、我が宿敵ネモ君は幻の発掘戦艦を買って我々の邪魔をした。その時に我々が発掘戦艦に向けて使用した神の鉄槌、大型光線砲を何というか答えてみたまえ。アクティブレーザー砲、ネガティブレーザー砲、アクロバティックレーザー砲。アクティブじゃないの？アクティブ、これくらい簡単にすればいかに愚かな人間といえども正解することができるようだね。おっと、これは失礼。君たちの頭が悪いと言ったつもりはない。人間という種そのものが我々より下等であるという、ただそれだけのことなのだからね。これは神が定めたことであって、何も君たちが気に病む必要はない。さて、それでは次の問題に移ろう。我々より下等や。では次だ。レッドノアにはその神聖なる船体を守る神の盾とでも言うべき電磁バリアがある。ここは全部手がネム君の発掘戦艦にもバリアはあったようだが、レッドノアには莫大な出力を制御するシステムが未だ生きておるのだ。発掘戦艦ごときの短時間のみ出力可能なバリアなどとは比べようがあるまい。それではここで問題だ。ああ、これはもう出力何ボルト？神聖大要塞レッドノアのバリアの出力は何ボルトか答えてみたまえ。1万1億1兆。一番でかいの1兆。1兆ない。今度は我々が全世界の神たるゆえんをお話ししよう。神、すなわち人間の創造主。今から240万年前にこの地球へとやってきた古代アトランティス人は、自分たちの労働力となるべき忠実なるしもべを作ろうとした。1兆ぐらい出せなかったね。そうして彼らは様々な生物を使い試行錯誤を繰り返した。だがどれもうまくはいかなかったようだ。そうして失敗を繰り返すうちに、古代アトランティス人は猿を使おうと思いついたのだ。より使いやすくするために割と高度な知恵を与えてね。そしてできるだけ自分たちにアトランティス人の姿に似せて作ろうとし、そうして出来上がったのが人間というわけだ。そうだったんだ。つまり君たち人間は彼らが猿の遺伝子を操作して作り出した新たなる種なのだ。これで我々が君たち人間の造物種であり主人であることが分かってもらえたことと思う。そうそう、ナディア姫をレッドノア船内にお招きした時にご覧いただいた巨大な人間も古代アトランティス人が作り出したものであり、現在の人間の試作品第1号にあたる。すなわち神の作った最初の人間というわけだ。少し長くなってしまったかな。ではそろそろ問題に行こうか。人間の試作品は何だ？アダム。この
人間の試作品第1号には名前が付けてある。そこでその名前を当ててみたまえ。アダム・カインのアダムですね。じゃあアダム。正解だ。それでは少しこの試作品第1号が人間の宗教の上でどのように捉えられているか少し説明してみよう。そもそもアダムとはヘブライ語で人または人類を意味し、ユダヤ教およびキリスト教の聖典後者にて旧約聖書と名付けられた書物モーゼの五書第一章第一部第一章から第三章の中に登場する。その中でアダムは神によって神自身の姿に似せて作られたと記されておる。さてでは次の問題に行こう。さてそれでは第22問だ。我々ネオアトランティスは全世界規模の秘密組織である。愚かにもネモ君は我々に立てつきことごとく邪魔をしておるが、ノーチラス号ごときがどんなにあがいたところで我々の組織全体から見ればほんの些細なことに過ぎない。まあちょっとしたゲームを仕掛けるには申し分ない相手ではある。新型兵器を試す相手としてもね。飛行船カルカロドンから投下した新兵器もネモたちを相手に仕掛けたゲームの駒の一つだ。私はあの手のゲームが大好きでね。バベルの塔を失って少々不愉快になっていたところだったため、ちょっとした気晴らしにはちょうどよかった。まあノーチラス号はなんとか危機は乗り越えたようだが、まったく悪運の強いところは昔から少しも変わっていない。おお、そうだ、問題を出さなくてはいけなかったな。問題は極めて簡単なものだ。我々がノーチラス号を地下水道で罠にはめた時に使用した新型兵器を当ててみてくれたまえ。バーゴイルの飛行船カロカロドンから落ちたのは新型金属探知機じゃない、新型追尾魚雷、新型浮遊機雷、新型追尾魚雷。あら、キラー、次の問題に行こう。依頼が正解。なんだね、マリー君。おしっこ。おしっこ。では第23問だ。我々ネオアトランティスは世界経済も支配するべく様々な方法によって市場を操作しようとしてきた。ガーフィッシュによる破壊工作もそのための手段のうちの一つなのだよ。文化、経済、その他全ての面において人間たちを導いてやることが我々の創造主としての使命なのだ。そうしないと人間たちはいずれ自分たちの過ちによって滅びてしまうからね。さて通商破壊工作を行うガーフィッシュを見て愚かな人間どもは恐れをののき、そしてなすすべもなく海の藻くずと消え去っていった。さてここで問題だ。人間たちは自分たちの船を襲うガーフィッシュをある名で呼んでいたが、なんと呼んでいたか、それを当ててみたまえ。なんと呼ばれていたか。怪獣、幻獣、魔獣、海だから怪獣じゃないですか、これはね。1番、怪獣。まあ、当然といったところか。では、次の問題に行こう。さて次はガーフィッシュ2についての問題だ。おっちゃん。ガーフィッシュ2は新型の高速推進攻撃型潜水艦であり、おっちゃん、
旧ガーフィッシュよりも全長は長く。あっちゃん。いいかね、マリー君。今私はとても大事な。おっちゃん、人に呼ばれたらちゃんと返事しなくちゃバッドよ。小さい頃ちゃんとママに教わらなかったの？まあ、今度からは気をつけてね。それね、おっちゃん、キング知らない？知らない？知らない？ああ、キング！やりたい放題。マリー君、これをあげるから向こうで静かにしていたまえ。よかった。どこまで話したかな。おお、そうだ、ガーフィッシュ2は様々な点において旧型を上回る性能を持っておる。武装においてもまたしかり、英語作戦において使用した兵器も2から装備されているものだ。さて、ここで問題だが、ガーフィッシュ2が英語作戦で使用し、ノーチラス号の超電磁推進機の磁場を狂わせて航行不能にした兵器は一体何だったか答えたまえ。何だったか。生磁爆薬カプセル、常磁爆雷カプセル、生磁鼻炎カプセル。これは上だな。生磁爆薬。正解だ。まあ当然だろう。このくらいの問題を間違えるようでは困るからね。これはもう選択肢が上しかなかった。さて、最後の問題。いよいよ最後。最後の問題は、我々ネオアトランティスの。あー、おっちゃんおっちゃん、私これ知ってるよ。これね、私がずーっと前、どこかの島で迷子になった時、サンソンと。あ、サンソンって知ってる？サンソンってね、すっごくキザなんだけど、実はすっごく優しいの。サンソンが言うには、男っていうのは強さと優しさを兼ね備えてないといけないんだって。強いだけでも優しいだけでもいけないのよ。マリー、強いってどういうことなんだかよくわかんないんだけど、優しさならわかるわ。どこまで話したっけ。我々ネオアトランティスの機械動力兵器についての問題。機械動力兵器といっても人間が操作するため土木機械のうちに入るんだがね。この鍵ロボットはカラッパ3号と。カラッパ3号は主に。私たち追い抜いてきちゃったのよ。マリー君。なんだ。君は少し黙っていてくれたまえ。なんで。そんなのつまんない。君が黙っていないと問題が進まないのだよ。ものだ。では問題を進めよう。カラッパ3号は森林伐採用土木機械だが、その他にも我がネオアトランティスには資材運搬を主な使用目的とする万能土木機械が存在する。緊急時にはカラッパ3号と同じく戦闘にも導入することのできる死なない兵隊。そこで問題だ。この死なない兵隊を何というか当ててくれたまえ。万能土木機械。なに、簡単な問題だよ。ロボット、ああ、さあ、人間タンクって言ってた。ゲーム中で出てきたね。人間タンク。当然だ。これくらい覚えていないようでは我々のしもべとして役に立たないからね。ゲームで出てきたわ。よかったよかった。
やった中級、これだけ分かれば本編も遊べるということでね。本編遊んでからだ。ナディアクイズノンセクション編もこれで終わりだ。楽しんでいただけたことと思う。見ました。どれも簡単な問題ばかりで、問題が出そうとしてもいささか退屈ではあったが、はて、それはそうとマリー君は。ああ、マリー君、そろそろ終わろうと思うのだが、最後に何か言いたいことなどあるかね。なんだね。おっちゃんってさ、いつもそんな変な格好してるけど、暑くないの？汗とかかいちゃったりして、お顔がかゆーくなったりしても、それじゃ書けないでしょ？そういう時ってどうすんの？居眠りしちゃったりして、もしよだれなんか垂れちゃったりしたら、ひょっとしたらそのままになっちゃったりなんかして、いやー、汚い。あとさ、ご飯食べる時も垂らないの？朝ご飯の時とか、お昼ご飯の時とか、おやつの時とか、晩ご飯の時とか。そんなこと君が気にする必要はない。なんで？子供には関係のないことだからだ。どうして？知りたいや。それでは諸君、ごきげんよう。ごきげんよう。カリコと小山さんがです。逃げた。ホンゾーキング。待てー、おっちゃん。ガゴールさん意外と心が広いね。ガゴールさん忍耐力ありますね。忍耐力ありますね、非常にね。はい、というわけで、長いから最後、パーフェクトしようかと思ったけど、1時間かかる。何時は冒険者か。参っちゃいますね。というわけで、上級と中級で、1時間。その奥に伝説の正体を求める。おいちゃん、園長先生のもいけるんじゃない？ならば、我を求め。同じですね。同じ問題出ますんで、はい。まあ、パーフェクトするのは簡単だと思いますけども、再プレイが飛ばせないじゃあ劇も飛ばせないんでね。はい、まあ、パーフェクト取ったらどうなるのかね。満点で出るだけかな。すべてを輝かす。もう一回歌って終わりましょうか。はいはい、レッツゴー。弱気な男は嫌い、裏切る男も嫌い、夢見る私が一番大好きよ。心のオルゴールが開いてく、響いてく、少しずつの幸せ、勇気を叶え出すの今、君の目にいっぱいの未来、言葉は永遠のシグナル。 Don't forget to fly away、 愛はジュエルより、全てを輝かす。はい、ぴったりだった。はい、というわけでアンケコーナー行きましょう。来週からの新アドベンチャー枠、来週のアドベンチャー枠に抜けでございます。どれだっけ。はい、ナディアが終わりましたから、何時は冒険者か。き
険という名の滝をくぐり抜け、その奥に伝説の正体を求めるものか。バックアップ、バックアップのじゃないや、バージョン 1.0 画面見ましたっけ。とんでもねえ、私アドルだよ。とんでもねえ、私はバージョン 1.0 だよ。はい、そして、システムカードのバージョンが違います。ん、バージョン 3.0 以上のカードを使ってね。はい、 3.0 以上使ってください。プライベートアイドルも終わりましたね。はい、パトリーバーユーツベアだったね。あらら、はい、イコリーナさんでかすぎでは。イコリーナさんいいね。イコリーナさん、イコリーナさんっていうんだね。井上真美ちゃんも終わりましたね。はい、カルメンも終わった。コブラ2も OK ということでしたですね。いや、アドベンチャーは消化率早いですね。どん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 消化している。はい、そしてここら辺はしかし割と長いのが続きますよ。はいはい、そしてはいはいはい、これは終わりましたね。はい、はい、この9本でございます。2抜けでございます。1枠目、あの OVA やコミックで、小説で人気の魔物ハンターヨーコ、小説だったっけ、漫画があったかな、漫画でおなじみ魔物ハンターヨーコが PC エンジンで大暴れ、君はショウマくんとなってね、ヨーコちゃんと共に魔界の、謎を解くのだ、魔物ハンターヨーコ、魔界からの転校生。はい、2枠目、パソコンから移植された、ゲームでございます。君はかけるくんとなってさらわれたミカちゃんをね救うために、古代ギリシャ神話の世界に飛び込むのだ、大暴れ、キャルツ無理やり大暴れをつかめ、あ、GA ミカGS ですねゴースト A ってなんだ、ゴーストスイーパー三上ですね、アニメやコミックで人気のあの三上さんが、PC エンジンで大暴れ、3本のシナリオがね入って、戦闘はカードバトルで大暴れでございます。ゴーストスイーパー三上、4枠目が、パソコンから移植されましたね。これエルフの名作アドベンチャーゲーム、君は高校生となって、最後のね高校生活最後の夏休み、女の子と、仲良くなるために、なんだっけ、なんとか町で大暴れ、同級生。5枠目、こちらもエルフのね、パソコンさんの、パソコンさんじゃないや、パソコンの移植でございます。考古学者のね、龍之介くんとなって、依頼の杖のね、謎を解いて、解くことができるのか、でじゃでございます。それから、6枠目ですね。6枠目は、誰だっけ、妖精界から来たね、妖精さんを、無事妖精界に送り届けるため、小学生の女の子が、大はしゃぎ、6枠目パステルライブ、大はしゃぎ、はしゃぎはしませんね、はい、奔走します。7枠目、乱れた高校生活に、乱れた、高校で殺人事件が発生しました、はい、その殺人事件の犯人を解決するために高校探偵が大暴れ。8枠目、あのスナッチャーが、スナッチャーの体験版ですね、これはね、はい、早坂さんのインタビューとか、ね、体験版の中に設定資料集とか、いろいろあります。はい、そして9枠目、こちらパソコンの移植でございます。闇の血族、ファッションデザイナーのミュウちゃんとなって、怪しげな血族の謎を解いていきます。はい、いきます。この9本でございます。いきましょう。
テレ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 テンテレ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 テンテレ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 テンテレテン。あ、そうだったんですか。バブルガムクラッシュもやったんだよね。さあ行きましょう。来週からのアドベンチャーゲーム、こちらでございます。デクデクデン。スナッチャーパイロットディスクというわけで、スナッチャーのパイロットディスクを、プレイします。はい、というわけで来週からスナッチャーのパイロットディスクですね。本編はミニで上げてますよね、確かね。上げてないっけ。ミニ最近やったような気がしますね。どこだっけ。ギリアン再び。アドベンチャー、百物語、秋山、北斗星、金銭か。短そうですかね。もう一枠で、一週間で終わるんじゃないですかね。ユナちゃんも終わってるね。ユナちゃんが終わって、ユナ終わってね。はい、ユナはどこ？あ、ユナ終わってますね。はい、ユナが終わって、謎のマスカレ、コブラも終わってますね。迷宮のエルフィーネも上がっていると。はい。はい、鏡の国のレジェンドもやってますね。はい、蓄電屋止め、バブルガムクラッシュも OK。で、パトレイバーもやって、ランマもやってる。うるせえ奴らは2回目クリアしてるけど、腰つべには上がってなかった。マミちゃんもやってるということで、はい、三橋学園カルメン。卒業写真、プライベートアイドルナディアとね。はい、というわけで、来週からは、スナッチャーのパイロットディスクですね。スナッチャー本編やってないんで、スナッチャー本編も続けてやるか、まあまあそこは暗記できますか。最近ミニバンやりましたからね。はい、ご視聴ありがとうございました。来週からは、スナッチャーパイロットディスクで、まあ1週間でパイロットディスクなんでね、終わるでしょうと思いますけれども、長かったら次の週ですね。はい、ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。オーでした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 。クイズモードは機会があればね、もう答えメモしてるんで、パーフェクトね、またしばらく、またしばらくちょっと。時間経ったらね、はい、答えをちょっと見ながら、パーフェクト目指してね、ナディア、やってみたいと思います。連続でやるとね、さすがに長いんで、はい、またちょっと機会を改めてやりましょう。はい、オッズでした。おやすみなさい。